皆さんこんにちは。メインチャンネルで気づいた人いるかと思いますけど、はい、猫ちゃんが増えました。こちらルルちゃんになります。いや可愛いでしょう。このピーターミあれピーターはねピーターね俺の顎にありがとう。ああほらあーかわいい、ああ可愛いね、この青い瞳が。はい、この青いね目ん玉が可愛いんですよ。はい、名前は最初なんかね狐っぽい顔してるので、ほらちょっと狐っぽい顔してるの分かります？狐っぽい顔してるから、それをフランス語で調べたらねルナードって書いてあって、ルナっていいなと思ったんだけど、なんかねちょっとそれで呼び続けたら言いづらくて変えようと思って。僕コードギアス好きなんですね。コードギアスの主人公がルルーシュじゃないですか。ルルーシュ、ルルっていいなってなって、可愛いな、ルルって可愛いと思って、最近ルルって呼び始めたルルって呼び始めた。そう、ルルっていう一応ね名前になりました。はい、またがっつりね猫の紹介をね一つの動画とかでしてほしかったら言ってください。最近っていうか一回もほぼそういったことしてないので、うん、猫と戯れてる動画もありかなと思って。そして今日は最後にお知らせがあるので最後まで見てください。そして今日のテーマは皆さんが大好きな日本最強の予言書になります。自動書記って何？コックリさん、ビジャボード、ダウジングなんかが身近な自動書記に当たるんじゃないですかね。日本ではコックリさんが学生たちに流行った時もあったし、みんなコックリさんってやったことあります？僕だと結構ドンピシャ、あるいはちょっと早いですかね、小学生ぐらいの時に流行ってて、みんなね学校とか遊びで集まった時によくやってたんですけど、実際にやると本当にちょっと怖い雰囲気になるんですよね。なんかやばいことしちゃったみたいな。同じくアメリカではビジャボードという海外版コックリさんもあります。コックリさんはもともと狐、犬、タヌキでコックリとも書くらしく、その文字の通り神様や神様の使いを呼んで占ってもらうという降霊術の一つです。同じくビジャボードも霊に問いかける降霊術になります。とある説では西洋からねビジャボードが入ってきて、それが日本でねコックリさんになったとも言われています。ダウジングは L 字や Y 字の棒を使って金脈や水脈を探すロッドダウジング、紐をつけた水晶やお金で地図や人体を占うペンデュラムダウジングがあります。どちらも人が持つ潜在意識を利用して占うというものです。まあたまにね初めての道を歩いてなんかこの道嫌だなーって薄暗い雰囲気を醸し出したら直感に思うことあるじゃないですか。要はその直感のような潜在意識を可視化するためにダウジングを用いて表すんです。ただこれらはね全てスピリチュアル、霊的なものというわけでもなく、オートマティズムという現象の場合もあるんです。心理学用語で筋肉性自動作用という意味を持つオートマティズム、あたかも何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように感じたり、自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象などを言うんです。降霊術にしても潜在意識にしてもオートマティズムにしても、自分の意思がない状態で自動作用によって物を書く現象、それが自動書記。ただこのダウジングを使い今後の日本の命運を分けるとんでもない書物が出来上がったというお話があるんです。日月神事。第二次世界大戦中、東京原宿に日本の古代史を研究する修士教育会という集まりがありました。ここではたびたび古代史を研究する人たちが集まってね意見交換をするという会が開かれていました。1944年、昭和19年4月18日、この日の会合は普段のように古代史を語り合う会合ではなく、今後の日本の行方を神に聞いてみようとある実験が行われました。中国由来の降霊術風知。風知とは中国に昔から伝わる心霊の道導きを伺う占い方法で、砂を10センチほどの厚さに敷き、詰めたサバンの上に地獄と呼ばれる T 字の木を差し渡し、両端にいる霊媒役となる2人が持ちます。地獄の真ん中にはバンと垂直になるように棒が取り付けられていて、サバンの前にはサニワ役が座ります。このサニワ役は神がサバンの上に書いた言葉を読み問答する役目になります。風知とはまさに自動書記現象を利用した占いなんです。シャーマンを表す巫女やカンナギという字はこの風知の様子をかたどってできたものだという説もあるんです。確かに人と人の間に T 字の棒があるように見えますよね。この日実験に参加したのは霊媒役で太陽工業社長高井ゼクウ氏と陸軍少将の小川喜一氏、サニワ役で千駄ヶ谷の鳩森八幡神社で代理神主を務めていた岡本天明、その他参列者が数名。なぜ岡本天明がね降霊術の中でも風知を選んだのかというと、神主を務めていた岡本天明以外の人たちははっきり言って神が存在するのか霊が存在するのかというところに半信半疑の人たちだったんです。なので実際に参加することによってなるべく疑う余地をね少なくしようという考えがあったそうです。実験が開始されると割と早い段階で T 字型の地獄がゆっくりと動き出したんです。最初に現れた文字は天。天明は文字を読み上げた後に砂を鳴らし戻
戻します。また次に出た文字はひらがなでひ、こんな感じで繰り返すことつくという文字が書かれてきました。天命は天ひつくとはご神明だろうかと問いかけましたが、文字を書き出したものからの返答はありませんでした。次に霊媒役を変え再び一木を握ったところまた動き出し、実験が終わるまでにひつきの神や雨のひつくの神という文字が出てきたんです。ただ名前を伝えてるだけでそれ以外の言葉は出てこなかったんですね。天命はひつきの神や雨のひつくという言葉を聞いたことがなく、降霊術には狐や狸などの動物霊が出てくることもあるとしていたので、今回もそういった類だと思っていたんですね。しかし数日後、岡本天明は実験に参加していた人物から千葉県印旛郡高津村大方、今の成田市大方に真形神社の抹茶に雨のひつく神社という場所があることを教えてもらったんです。その2ヶ月後の6月10日、偶然にも高津村に行く機会があり、これは導きに違いないと直感した天明は一人で真形神社を訪ね、雨のひつく神社に参拝しました。参拝後、誰もいない社務所で休んでいると、突然天明の右腕に激痛が走り、持ち合わせていた矢立と画線紙を出したところ、勝手に右手が文字を書き始めたんです。実はもともと岡本天明は代理の神主を任されていただけであって、本業は画家さんだったんですね。なので外に出るときは矢立と画線紙を持ち歩いていたそうです。この日以来、天明は約6年間にわたり全36巻保管1巻を自動書記を続けました。そして最後の火付き神事となった伊勢黙示録を書記してから2年後、昭和38年、岡本天明は68歳でこの世を去ったんです。岡本天明が6年もの間書き続けた火付き神事はほとんどが漢数字や記号、ひらがなで書かれてあり、中には地震の巻といった抽象的な絵しか書かれていない本もあるんです。といっても綺麗な文字じゃなく、くねくねした何とも言えないね文字が書かれていたんですね。ぶっちゃけ天明自身も読めなかったらしく、まあ自動書記だからね、もうこんな感じで書いてるから多分読めないんでしょうね本人も。だから仲間のね心霊研究家とか霊能力者に頼んで、まあ今僕たちが読めるようになったそうです。わけわからん文字を解読していくと、この文章は国とこたちの御事を筆頭とする高級心霊団からの啓示だと判明したんです。国とこたちの御事とは日本神話の冒頭部日本書紀に出てくる天地創生時に筆頭として現れる神様のことで、天明はもともと出口鬼三郎が率いていた大本教の信者でした。この火付き神事も国とこたちの御事の神事を原点とする大元の流れを色濃く残すものだったんです。天明がこの火付き神事を書いたことはね、偶然ではなく選ばれた人物だったとも考えられているんですね。ただ火付き神事って割と最近までね知ってる人がほとんどいなく、過去にあったノストラダムスの大予言とかマヤ文明の世界の終わりが騒がれた時にちょっとずつ表に出てきた感じです。まあそれでもね多くの人が知らない状態だった。しかし最近の不安定な世の中だったり災害だったりが続いている中で、火付き神事の中に書いてあることが注目されるようになったんです。火付き神事には富士山噴火や第二次世界大戦の終戦後の日本の姿についてなど様々な予言とも捉えられる文があり、他にもこの世界を支配している悪について書かれていたりするんです。また文の中には世界の七度の代替わりという言葉や大峠という言葉が何回か出てきます。そしてそれらが起こった後に魅力の世界が来るとも書かれているんです。特に第二次世界大戦終戦時の日本の姿を予言しているんじゃないかという文が、日本が一度潰れたようになり神も仏もない世界が来る、東京も一時土に帰るからそのつもりでおれ、まさに第二次世界大戦終戦時の東京は東京大空襲により至る所が瓦礫の山となりました。そしてその場所には神も仏もない悲惨な光景が広がっていたんです。その後日本は復興していくことになったんですけど、ここでも悪の計画が日本人を骨抜きにするというような未来を案じることが書かれてあったり、石屋の仕組みにかかりてまだ目覚めん新民ばかり、日本精神と申して仏教の精神やキリストの精神ばかりぞ、今度は神があるかないかをはっきりと真理に見せて石屋も改心さすのぞ。火付き神事にもたびたび出てくるのが石屋、これこそフリーメイソンのことだと言われているんです。火付き神事ではふにゃふにゃ腰がこんにゃく腰となりてどうにもこうにもならんことになるぞ、その時この
信じ辛抱に入れてくだされよ。100人に1人くらいはなんとか役に立つぞ。あとはこんにゃくのお化けだぞと書かれているんです。これは戦後日本に復興と称してフリーメイソンが入り込み、戦前にも増して階級社会を根付けさせたと。さらにサイエンス政策、シネマ、スポーツ、セックスによって快楽を得ることで自分の脳でちゃんと物事を考えられないようにしていると。さらに同じようなことが何回も繰り返されると火付け指示には書かれているんですね。まさにそれはまあ今のことなんですかね。そのアメリカがね、日本のことを骨抜きにしているっていう、それがずっと繰り返されているよっていう、悲しい。ならここでどうしたらいいのか。神は獣ない時から知らしておくから、この筆よく読んでおれよ。一握りの米に泣くところあると知らんしてあろうがな。米ばかりではないぞ、何もかも、人間も亡くなるところまで行かねばならんのぞ。人間ばかりではないぞ、神々さえも今度は亡くなる方あるぞ。人間というものら目の先ばかりより見えんからのんきなものであるが、いざとなり手の改心は間に合わんから不動を着付けてあるのぞ。日本ばかりではないぞ、世界はおろか三千世界の大選択と申してあろうがな。神にすがりて神の申す通りにするより他には道がないぞ。要は前もってね、この信じて教えてやるからよく読んで改心しろって、それ以外道はないぞ的なこと言ってるんですね。知らんけど。けどこの火付け神事の中にはね、この悪とされる石屋についてこうも書かれているんですね。合鍵点丸記号、この鍵は石屋としか手に握ることぞとも書かれている部分があるんです。この丸とこのチョンはこの文章ではね、丸イコール悪、チョンイコール善と読むことで、文の意味が悪を裁くのではなく点をね丸の中に入れる、善を悪の中に入れることで改心させ手を取り一つになろうと解釈されているんです。あら素敵。悪いもの殺してしまうと良いばかりにすれば良き世が来るとでも思うているのか。肉体いくら殺しても霊までは人民の力ではどうにもならんであろうが、元の玉まで改心させねば今度の岩と開けんのじゃぞ。元の霊に改心させず肉体ばかりで目に見える世界ばかり理屈で良くしようとしてもできはせんぞ。ちょいちょい省いたんですけど、善悪って人、場所、宗教などによっていろいろ変わってくるじゃないですか。なので理屈でね、善悪をはっきりとね区別するのではなく、お互いの主張のちょうど中間ぐらいまで歩み寄って、そしてお互いをね尊重し合うことができたらいいですよねっていう。ただそれがとてつもなく難しいから、はっきりと善悪をね区別して切り捨てていくんでしょうね。ちなみに火付け神事にたびたび出てくるこの丸とちょんと丸にちょんが入った文字、これは文書によってその意味自体が変わる文字になっているようです。丸が体、ちょんが心など。なので一概にね善と悪と読むだけでは文の意味がわからないところが出てくるんですね。さっきの文にあった岩戸開きという言葉、実はこの火付け神事には日本神話に出てくるイザナギ、イザナミの岩戸締めの話もあるんです。妻であるイザナミを失ったイザナギは黄泉の国までイザナミに会いに行きます。しかしイザナミはすでに黄泉の国の食べ物を食べていたので黄泉の住人となってしまいました。それを知らないイザナギがイザナミの近くまでたどり着き、扉の向こうにいるイザナミに自分の思いをぶつけまくったんです。それを聞いたイザナミは黄泉の神々にお願いしていきました。それと同時に私が戻ってくるまで扉を開けないようにイザナギにお願いしたんです。でもいつまで経っても戻ってこないイザナミにしびれを切らしたイザナギは扉を開けてしまいます。するとそこには腐敗したイザナミの姿があったんです。イザナギ全力で逃げます。イザナミ約束を破られた上に姿を見られたことにブチ切れて追いかけます。もうカオス状態。イザナギは黄泉の国を出るまでになんやかんや追ってをねかわしながら外に出ることに成功。黄泉の国の入り口を背引き岩で塞いだんです。これにもイザナミは怒り心頭ですよ。怒りに震えるイザナミはイザナギに言いました。私は死の国の神となって地上の国の人たちを毎日千人殺しますと叫びました。それに対してイザナギはそれでは私は毎日1500人誕生させようと言ったんです。火付け神事にはこの岩戸締めが今まで5回あったと書かれています。岩戸は5回締められているのだぞ。ナギ、ナミノミコトの時、アマテラス大神の時、神武天皇の時、仏来た時と、大切なのはスサノオのミコト様に罪着せし時、その5度の岩戸締めであるから、この度の岩戸開きはなかなか大層と申すのぞ。いよい
いよ厳しくなってきたが、これから正念場だぞ。嫌でも王でも裸にならななんぞ。裸ほど結構なものないこと初めて分かりてくるぞ。12月1日1、2。1回目の岩戸締めはイザナギイザナミの時、2回目はアマテラス大神が引きこもって岩を閉じた時、3回目はスサナルの御事に全ての罪を着させて根の国いわば地底に追いやった時、4回目は神武天皇が神から人である天皇に降りた時、5回目は仏教が伝わり結果的に天皇が神道から仏教に帰依した時なんです。5回目の岩戸締めによって日本の神が完全にね表から裏にね消えてしまったというんですけど、ただ陰ながらね日本を支えていたというんですね。しかしイザナギとイザナミが再び揃う岩戸開きについて、この岩戸開きこそが大峠が終わった後に訪れるとされているんです。実は2回目の岩戸締めの後岩戸開きがあったとされているんですけど、これはアマテラス大神を騙し力ずくで穴から引きずり出したので、誠の岩戸開きにはならず偽物の光で世の中を照らしたということらしいんです。そして誠の岩戸開きはイザナギとイザナミが揃う時なんです。じゃあいつ岩戸開きがあり大峠があるのか、それが根のつく年前後10年だとされているんです。まあ前後10年って毎回思うんだけど、ほぼ全部ずっとだよね。月神事には根の年真ん中にして前後10年が正念場、世の建て替えは火と溝座ぞと書いてあるんです。さらにはひふみいよいず弥勒ぞ、五の年は根の年座ぞよとも書かれているんです。まずイザナギとイザナミの言った言葉、イザナミは毎日1000人殺すといい、イザナギが毎日1500人誕生させると言いました。この言葉通り日本は常に人口増加傾向にあったんです。しかしある年から日本の人口が減少傾向に変わったんです。それが2011年の頃、この時からイザナギとイザナミの取り決めが終わり岩戸開きの時代へと入ったのではないかと言われているんです。だとしたらそれ以降の根の年は2020年、前後10年で2010年から2030年の間に世の建て替えが行われるということになります。その20年の間に火と水に関係する大きな出来事があるということになります。そして5の年は根の年というところから2020年から5年前、2015年、5年後の2025年、この2つの年に何か大きな出来事があったかも、またはあるかもしれないんです。なんなら2025年は辰木さんの予知夢でね大災難とも、ね、言われているので、これがまあね世の立て直しの日だとするといろいろつながってきて恐ろしい。まあこれが運命なのか、そうは思いたくないけど。また大峠を越えた後に弥勒の世界が来るとも言われていますが、火月神事では567を弥勒と読むんですね。9の年は深海の元の年ぞ、神始めの年と申せよ。ここから2010年以降の9の年、2019年はまさに平成から令和に変わり新しい神始めの年とも受け取れます。では2010年から世の建て替わりが始まり、2019年には神始めということは弥勒の世界が始まったとも言えます。神が戻ってきた世界は弥勒の世界とも言われ、弥勒を意味する567はコロナとも読めるんです。もしかするとコロナはね弥勒の世界の前触れなのかもしれないですよね。なんかまあかなり当てつけだけどさ、一見ここ数年はね嫌なことが続いているので大変で嫌だなって感じるかもしれないですけど、そういった嫌なことがあると、まあある意味ね人間って成長するじゃないですか。なのでもしかしてねこれがねいいことへの前触れだと考えると、まあもう起きてしまったことはねしょうがないので気持ちを切り替えてね前向きに行くしかないですよね。この火月神事って読む人によってかなり解釈が変わったりするんですね。神様からの教えや予言と捉える人もいるし、神様のふりをした人間のエゴが書いてあるように感じる人もいるし、そもそもうさんくさくてね読むことすら敬遠している人もいると思います。人ってなんだかんだ言って全ての基準が、まあ、自分だから、陰謀論でも何でもまずは自分の考えや解釈と違うことだったりすると拒否反応を起こしちゃうし、なので外の世界にあるものは全てね自分というフィルターを通すことによって意味が完成するのかもしれません。また最後に火月神事にはねこうも書かれていて、毛の仕組みは日本魂が不純なものなりいて、日本の臣民毛の泣き通りになりて、抜かれてもまだ泣くするがよく。今まさに毛の悩みを抱えている男性が世界中にいるらしいんですね。脱毛することによって面倒な手入れとかもなくなるし、何よりね清潔感が増すということで、大昔の原始人的な毛が多いと男らしくモテるという時代からさっぱりしたまさにグレー星人のような体が流行ると。でも脱毛って聞くとねちょっとねハードルが高いかもしれませんが、そこでおすすめなのが脱毛サロンのメンズクリア。メンズクリアさんではマイナス4度の冷却装置を使って
手術するので全く痛くないそうです。各店舗先着30名限定でヒゲ脱毛が通常 25,200 円のところが今ならなんと初回980円で受けられるそうです。ヒゲ以外の部位も各部位980円で受けられて、表示価格以外の追加料金もありません。毛の悩みがあって気になる方はぜひね、概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。あ、ちなみに日月神事にはね、毛のことについてはね書かれていないです。すいません。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。